リニューアル前の駅舎改札口リニューアル前の改札口ホーム駅外観。ホームは細い鉄骨を多用したトラス構造の柱によって支えられ軌道の支柱とは独立している。大池馬場前駅は東京都品川区勝島2丁目にある東京モノレール羽田空港線の駅である。駅番号は MO03。 相対式ホーム2面に線を有する公開駅。早朝深夜のみ駅員無配置となる友人駅である。駅舎とホームの間は階段のほかエスカレーター、エレベーターで連絡している。また、駅舎には駅前の競馬場通りをまたぐ歩道橋が接続している。案内上の乗り場番号は設定されていない。二千二十年度の一日平均乗降人員は七千四百人で、 ある。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。大井競馬場を並びに大井オートレース場への、来場者の便宜を図って設置された、東京モノレール発の中間駅であり、1965年5月に、レース開催日のみ営業する仮設駅として設置され、1967年6月より、常設駅としての営業を開始した。開業当初は、 駅周辺は埋め立てされておらず、会場面に駅舎が作られた。競馬開催日には多くの観客がこの駅を利用する。競馬場へは北門からの入場となる。2009年には、この北門から競馬場駐車場を挟んだ向かいに、ショッピングモール、ウィラオーイが開業した。東の京浜運河を渡れば、八シ地区に近く。 ここの住民や大井不頭中央海浜公園への利用も多い。さらに進むと、大井不頭に入るものの、同地区から、鉄道駅へは流通センター駅を利用するか、都営バスで品川駅へ出る方が利便性が高い。自転車ロードレース、ツアーオブ、ジャパンなど一部では、アクセス手段として、大井競馬場前駅が記載されている。大井競馬場駅前停留所。 ありがとうございます。